沈西側、渋谷109と、クフランと、渋谷スクランブルスクエアの渋谷スカイより、南東側北東側渋谷スクランブル交差点は、渋谷駅の北西隣にあるスクランブル交差点。正式名称は、渋谷駅前交差点であり、渋谷駅前のスクランブル交差点等の表記揺れも、多数ある。1973年に、スクランブル化された。都内屈指の繁華街であり、 流行の発信地でもある渋谷で最も人が多く、行き交う場所であり、日本の都市風景を象徴する存在として、世界で最も有名な交差点とも言われる。宮松坂から道玄坂に至る東西の通りと、渋谷駅、西口駅前から、渋谷公園通りに至る南北の通りが交わる位置に、あり、さらに北西方向に渋谷センター街が伸びたコスサロとなっており、 計10本の車線が交差し5本の横断歩道が引かれている。北西側が渋谷区宇田川城、北東側が神南一丁目、南側が道玄坂二丁目となる。歩行者にとってここは渋谷駅八甲改札を出て、すぐの八甲前広場と道玄坂、センター街、公園通りなど各方面の繁華スポットを連絡する交通の要所であり。 渋谷で最も混み合う地点になっている。唯一、斜め方向の横断歩道がある、南東角から北西角までの距離は約36メートルあり、世界有数の巨大交差点である。交差点の南東は渋谷駅八甲改札とその前に広がる八甲前、広場になっており、待ち合わせ場所の定番とされる。広場の八甲像は渋谷のシンボルとなっている。 また2006年に通称、青ガエルと呼ばれる、東急電鉄の旧五0系鉄道車両が設置され、外国人観光客の急増に対応するため2013年から、外国人向け観光案内所が設けられていた。なお、この車両は2020年8月3日に、秋田県大館市へと移設された。交差点から南へ向かうと、渋谷駅西口と駅前バスターミナルがあり、 そこに面して、これも待ち合わせ場所とされることの多いもやい像が置かれている。交差点の南西角は、複合ビルの渋谷駅前ビルが建ち、2018年時点で、フッツコスメブランドの六種単直営店や、ファミリーレストランのガストなどが入居している。交差点から西へ向かうとすぐに、渋谷109を正面に見る三セ路となり、左が道玄坂、右が文化村通りとなる。 交差点の北西角は、八甲前広場から最も目につきやすい位置にある。その絶好の立地に立つ地上8階建ての商業施設、クフラントは、正面全体のガラス壁面に、キューズアイと呼ばれる大型、デジタルサイネージを埋め込み、両側面の壁は、キューズオールと呼ばれる大型広告ボードになっている。建物内には、書店、ソフトレンタル店のツタヤや、 コーヒーショップのスターバックスなどが入居している。クフラントの左脇がセンター街入り口、さらにその向かいに大森堂書店がある。交差点から北へ向かうと渋谷西部や公園通り、ファイヤー通り方面へと出る。交差点の北東角にある薬、化粧品のディスカウントストア3000リア品は1962年からここに店を構える老舗である。 左隣で甘栗を販売する、天津甘栗も同年の開業であり、かつては三千利薬品で一定額以上の買い物をするとその甘栗の引き換え券をもらえた。三千利薬品の上の商業施設マグネットバイ渋谷109は、この交差点をほぼ真上から間近に見下ろせる絶好の撮影スポットとされる。交差点から東へ向かうと、 JR 線のガードをくぐり宮益坂へと向かう。交差点の真下には渋谷地下街が広がり、その真下の地下駅で東急田園都市線と東京メトロ、半蔵門線が東西に接続している。この交差点は世界一混み合う交差点と呼ばれることもあり、深夜、早朝問わず人通りが絶えることはほとんどない。逆に車両の渋滞が起こることは ラッシュ時であろうと、滅多にない。交差点を渡る歩行者の具体的な数は、2016年の渋谷センター街のウェブサイトによると1回の青信号で多い時に3000人、2014年の渋谷再開発協会の流動計測調査をもとに、算定すると、平日26万人、休日39万人、あるいは多い時で1日50万人、2012年の 外屋外メディア総合調査によると1週間に150万人など諸説ある。北西側の夜景渋谷スクランブル交差点にある屋外用デジタルサイネージ4面。左から DHC チャンネル、Q's e クリコビジョン、109フォーラムビジョン。この交差点は膨大な通行人数も、さることながらニュース番組や天気予報で頻繁にテレビ中継されることもあり。 設置する広告の露出効果は極めて高く日本における屋外広告のメッカになっている。交差点の周囲には屋外広告が林立し映像を流し続ける何枚もの大型屋外ビジョンからは音楽や宣伝コピーが鳴り響き映画監督のソフィア・コッポラはその光景をまるでブレードランナーのようだと表現した。2019年時点で6面の大型屋外ビジョンが 交差点を取り囲むように配置され、信号待ちをする通行人へ向けて日夜コマーシャル、映像やミュージックビデオを流し続けている。八甲前広場から見て左から、大外ビル屋上の渋八ヒットビジョン、渋谷駅前ビル屋上の渋谷駅前ビジョン、大森堂書店の DHC チャンネル、クフラントのガラス壁面内に埋め込まれた、キューズアイ、三千里薬品のクリコビジョン、 マグネットバイ渋谷109壁面の109フォーラムビジョンがある。例えば、渋8ヒットビジョンは、1日あたり4.25時間の露出を1週間分として、出稿料は約300万円となっている。また、東急東横店の北側壁面の巨大広告は2週間の、買い切りで1400万円と破格の高さだが、広告代理店の東急エージェンシーによると、 ずっと空きがないという。メディアを再生する交差点の早送り動画、この交差点は東京名所の一つ、渋谷クロッシングとして、海外の多くの観光ガイドで紹介され、訪日観光客にとって有名観光スポットになっている。タイムズスクエアがニューヨークの顔として知られるように、この交差点は東京、ひいては日本を代表する情景として、 広く、世界的に知られている。交差点の歩行者用信号が青になった途端、四方から押し寄せる、おびただしい群衆がぶつかることなく、整然とそれぞれの方向へ散っていく様子は、首都圏に住む、日本人にとっては気にも留めない一風景に過ぎないが、外国人の目には秩序を好む。 日本人らしさの象徴と新鮮に映るようで、わざわざこの交差点を見に来る人は後を絶たず、交差点周辺で写真や動画を撮る、外国人の姿が普段からよく見られる。この交差点が海外へ広く知られるようになった、きっかけは、ソフィア・コッポーラが監督した2003年の映画、ロスト・イン・トランスレーションのロケ地の一つとなったことに、遡り、ラインプロデューサーを務めた。 井上清史によるとこの映画が日本のイメージとしての渋谷を広く海外へと知らしめる定期となった。その後、この交差点は東京を代表するロケーションとして日本映画のみならず多くの海外映画にも登場するようになり、他様々なテレビドラマやプロモーションビデオのロケ地にもなっている。2016年リオデジャネイロオリンピックの閉会式の フラッグハンドオーバーセレモニーで紹介された次回、開催地、東京を紹介する映像パート、ウォーミングアップ、東京2020では、冒頭で、体操選手のドバシココが、この交差点で床の演技をするシーンからスタートし、さらには最終盤ではドラえもんが、スクランブル交差点に立てた土管に、マリオが飛び込んで、リオデジャネイロに向かうという形で、 東京を代表するロケーションとして紹介されている。ハロウィンの夜この交差点は21世紀になってから大晦日、サッカー W 杯、ハロウィンといった社会的大イベントの際に若者らが集ってお祭り騒ぎをする象徴的な場になった。それらは行政や商工団体などが働きかけたものではなく自然発生的に始まった現象であり。 集まるのは近辺を生活圏とする地元住民でなく、ほとんどがよそから渋谷へ訪れてくる人々である。その時この交差点の周囲は祭りの当事者として盛り上がるものそれを取り巻いて見物するものやり過ごして通り過ぎるものでごった返す、非日,日常空間と化す。その様子が渋谷の賑わいの象徴としてマスメディアや SNS で拡散することにより、 さらに多くの人が共感や刺激を求めてこの交差点へ集まるようになった。大晦日のカウントダウンでこの交差点に毎年人が集まるようになったのがいつ頃からかははっきりしないが少なくとも2000年の大晦日深夜にあったことは確認できる。2009年、2010年、2011年にカウントダウンの現場を訪れたフィールド調査ではいずれも外国人の割合が 明らかに多く、カウントダウンイベントはないにもかかわらず、タイムズスクエアでのような盛大なイベントを期待しているかのようだった。2018年の時は、この交差点は歩行者天国となり、様々なイベントが催され、カウントダウン時には、八甲前広場が満員の人だかりとなった。サッカー W 杯でこの交差点に人が集まるようになったきっかけは2002年の日韓大会である。 渋谷にはもともと店内で試合を観戦できるスポーツバーが多数あり、試合後に客がこの交差点に集まって規制を上げるということがあった。日韓大会の予選リーグで日本が勝利した際にはこの交差点に1000人以上が集まり勝利を祝ってハイタッチするなどして騒ぎ、一部が暴徒化した。2006年のドイツ大会では日本は予選リーグで一勝もできず、 この交差点で盛り上がったらしい記録はないが、2010年の南アフリカ大会から再びこの交差点での賑わいがマスメディアで取り上げられるようになった。2013年8月4日には日本のブラジル大会出場が決まった試合があったが、その際には混雑による混乱を避けるためこの交差点の封鎖が初めて実施され、またそこで交通整理に当たった DJ ポリスのユーモアを交えた働きがマスメディアで繰り返し報じられたことは、この交差点に群衆が集まるという事象を社会的に広く認知させることにつながった。今や W 杯での日本の勝利をマスメディアが報じるとき、この交差点の賑わいの映像を添えることは恒例となっている。なお、他のスポーツと違いサッカーでの巫女の交差点に人が集まる理由について、 サポーターたちが揃いの日本代表ユニフォームを着、同じ応援歌を合唱するというサッカーならではの文化的背景を国学院大学の高く前は挙げている。ハロウィンの時期、パレード等のイベントもないのに思い思いに仮装した若者がこの交差点に集まり盛り上がるようになったのは2014から2016年頃からとの認識を渋谷区観光協会は示している。 この交差点でのハロウィンの仮装の写真や動画の投稿を SNS 上で追った研究によるとそうした投稿は2008年から確認できるものの急激に増え始めたのは2013年だったもともと渋谷ではハロウィンの仮装イベントをクラブで開くことが以前からありイベント終了後に街へ繰り出した参加者を格好の生える被写体として多くの通行人が何度も SNS でシェアするにつれ、渋谷に行けば仮装した人が、たくさんいるという認識が、世間に広がってゆき、人が集まるようになったのだろうと、日本ハッピーハロウィン協会は述べている。ハロウィンの仮装のムーブメントが始まったことをもって、この交差点は、年越し、W 杯を、祝う場から、人が集まり、何かが起こりそうな、面白そうな空間へと変容したと、高くは分析した。 コラムニストの泉あさとは若者にとって渋谷のスクランブル交差点はショーの舞台のようなものと述べた。2019年6月19日、ハロウィン期間中などに路上飲酒を禁止する条例が渋谷区議会によって成立、可決された。翌20日、交付、施行された。この交差点を東西に走る道は古くは大仙街道、大仙道中、 さらに古くは、ヤグラザー王冠と呼ばれ、西は、秦の、小田原を経て、東海道に合わしていた。江戸時代における岩は、東海道の主要なバイパスの一つであるが、馬が引く荷車が、ようやくすれ違える程度の道幅しかなく、秦野の旗箱、玉のあゆを、江戸市中に運ぶなど、産業道路として機能していた。明治初年においても、東京の市街地は、東の青山か、せいぜい、 宮松町のあたりまでに止まっていた。1885年3月、東海道線と東北線を接続する品川、赤羽間の品川線開通とともに、渋谷駅がひっそりと開業したが、当時の駅舎は現在の位置より200メートルほど南に置かれ、一帯は渋谷側に沿って南北に開けた農村集落に過ぎなかった。しかし、日清。 日露戦争を経験した明治半ば以降になると、手狭になった都心から郊外への兵営の移転や、郊外での兵営の新設が相次ぐようになり、目黒や駒場の大仙街道沿いには、騎兵実施学校、この江市長兵営、騎兵第一連隊兵営、陸軍獣医学校などが、さらに先の世田谷には、陸軍、第二栄樹病院、野戦法兵第一旅予断指令部、この江野戦法兵営、 野戦砲兵第13、14、15、連隊兵衛などが続々と設置されるようになった。そしてそれらの兵士たちが休日に繰り出す、観楽地として、また、渋谷駅があり、地方からの便が良いことから、入営、除隊の送迎に集う場として、この交差点を含め、道玄坂から宮須坂にかけての一帯は、東京成功の盛り場に発展し始めた。年に、 多摩デがそれらの平営をつなぐようにして渋谷まで開業したことも、そうした渋谷の賑わいを後押しした。駅周辺の地図1921年、山手線の旅客輸送力増強を目的とする、旅客船と貨物船の分離工事及び宮松坂下の踏切の高架化工事に伴い、渋谷駅はほぼ現在の位置に作られた新駅舎へ移動し、 この交差点は初めて渋谷駅と相対して行き来できるようになった。さらに高架化によって大仙街道の往来が自由になったため、それまで宮松坂下を終点としていた東京市電は1922年に山手線路ガードをくぐるように延長され、渋谷駅西口正面が新しい終点になった。これにより渋谷駅近傍から青山、 都心方面への便が格段に向上し、国電と市電の乗り継ぎ場として、多くの人が行き交うようになった、ガード下周辺には飲食店が立ち並んだ。しかし、開通1年後になって、駅付近の人通りが多くなったこと、通行人の構成が変わってきたことが子供にも意識されるようになる。国電と市電から吐き出される人数が、一度に街頭に溢れるということは、 これまで渋谷のどこにもなかった。大岡昌平、少年駅周辺の地図隠して、渋谷駅前から、この交差点を経て、宇田川町、渋谷の浅草と呼ばれた百軒店を要する、道玄坂にかけての一帯は、明治末から昭和にかけて、渋谷の発展をリードし、旧体依然な家屋の密集地帯になっていた。しかし、太平洋戦争末期には、建物の強制疎開と空襲によって、 鉄筋コンクリートだった一部の建物を除き、それらはほぼ一面が瓦礫と化した。闇市が立ち並んだ1945年に渋谷駅前から移した道玄坂方面1945年8月に終戦を迎えるとターミナル駅として人が集まる渋谷駅周辺は立ちまち闇市で埋め尽くされ、特に台湾人グループが第三国人としての特権的立場を利用して、 勢力を伸ばした。彼らは、駅前マーケットと呼ばれた闇市を統制するのみならず、駅前ロータリーから、この交差点を経て、渋谷消防署に至る一帯を、中国疎開にしようと画策したが、警察及び新橋の松田組と武力衝突し、1946年7月の渋谷事件によって摘発され、台湾人の駅前マーケットは姿を消した。 その後、行動上の露店は、GHQ の指示により、交通保安、防火活動、衛生管理、都市美観保持を理由として1949年から整理が行われることになり、それらの露店は、大体地や構成資金を圧戦することで、マーケット化を図るものとして、渋谷では飲食系の露店は、屋台飲食店街へ、物品販売系の露店は、 渋谷地下街を建設し移転すると決まり、渋谷の露店整理事業が進められた。都内の常時露店は1951年末までにすべて撤去されたが、渋谷の露店は特例的に西口広場での営業認可を受けるなどして存続し、最終的に1957年12月11日に開業した渋地下へ移転した。渋地下は、 日本最初の本格的な大型地下商店街として多くの客を引き付けた。1952年の駅前交差点終戦後に建てられたバラックが撤去された後、一帯は区画整理が行われた。戦災復興が進むにつれ駅周辺の交通渋滞は深刻化し、特に駅前広場の拡張と宮松坂からのこの交差点を経て、 道玄坂に至る区間の道路拡幅がなかなかままならなかったが、1956年3月末までにはビルの取り壊しや家屋の移転により拡幅の見通しが立った。他に、この交差点の周辺の変化としては、1948年に2台目の8構造が広場の交差点寄りに設置されたり、交差点西側の角地にあった。 山市証券ビルが1950年頃に A 家で多摩電ビル脇へ移されたり、交差点を区切って支部地下の建設工事が行われたり、現在の八甲口にあった都電の終点が1957年3月に駅東口のループ線上の都電ターミナルに移設されたり、といったものがあった。1960年代半ばまでは、交差点の周囲は2から3階建てのビルがほとんどだった。 1960年代半ばになると、経済成長と交通網の整備が進んだことにより、都心の百貨店には、他県近郊からの客層が大幅に増えるようになった。もともと渋谷は、谷合の狭内な地のため消費者を受け入れる、商業地としての力が弱く、沿線の若者は渋谷を素通りして、新宿や銀座へ遊びに行ってしまうことが多かったが、ここに来て、 渋谷にも百貨店進出の機運が高まった。まず最初に、丸井渋谷店が1967年2月に開業し、ついで、渋谷を本拠とする東急が、大向小学校跡地に、東急百貨店本店を1967年11月に開業した。そして、堤政二が1966年に社長へ就任してから、 拡大路線を取っていた西部が1968年4月19日にこの交差点のすぐ北100メートルの井の頭通り入り口に西部百貨店を開業した。西部百貨店は多くの媒体を駆使したコマーシャル展開を行い、それまでせいぜい盛り場の北限に過ぎなかったその一帯がにわかに活況を停止始めた。西部百貨店が開業したことで、 地下街入り口の通行量は3から5割増加し、開業1ヶ月前には、ミネニシビル前の人通りは、平日2万2千人、休日2万1千人だったが、開業1ヶ月後には、それぞれ7万4千人、12万5千人に、激増した。1973年、さらに北にオープンした、渋谷パルコも、爆発的人気を呼んで周辺を活性化させ、 センター街にも若者が集まるようになり、急増する通行人に対応するため1973年にこの交差点はスクランブル化された。この頃から流行の発信地という渋谷のブランドイメージが確立するようになった。1992年の交差点1998年の意識調査によると当時渋谷の象徴とみなされていたのはもっぱら。 渋谷109、8センター街であり、この交差点の認知度は高いとは言えなかったが、21世紀にハイリサッカー W 杯やハロウィンでこの交差点に集う群衆がマスメディアや SNS でたびたび取り上げられ、この交差点は渋谷のシンボルとして内外に広く知られるようになった。2027年完成を目指し進められている。 渋谷駅周辺の再開発の一環として、現在の八甲前広場は、西口駅前広場として二千二十七年までに拡張される予定である。二千十九年六月、栃木県足利市に所在する足利競馬場跡地の一点五ヘクタールの土地に渋谷スクランブル交差点を再現した映画撮影用のオープンセットを、日本映画、サイレント東京と中国映画、 当人街探偵東京ミッション、ネットフリックスドラマ、今和の国のアリスの3作品によって建設することが、足利市から発表され、同年9月に完成。19日にマスメディア関係者に公開され、21日からは、第1弾として、僕は、チャイナタウンの名探偵さんの撮影に用いられた。当初は3作品の撮影が終了する2019年内の解体を予定していたが、 映画や CM など他の団体からも本セット利用を希望する声が多かったことから、足利市が土地や建物を東京の映像美術会社に貸し出す形で存続させることが決まった。現在の名称は足利スクランブルシティスタジオ。ありがとうございます。